干渉する鉢っていうのがまたあるわけね。それはねこれよりちょっと小さくなるんですけどね、見た目はねこれこういう根なの、こういう根なんですよ。あ、金の根これ、うん、金はない。これはこれ金入ったら落葉キノコってね、ここにキノコ入るんだよ、落葉って言って。味噌汁に美味しい落葉キノコが。この穴が欲しいな。今年うちキノコ生えてる大型だよな。これこういう根でしょ。これはねザクザクっと切らないでこういう風にしてこう柔らかくほぐしてね、この巻き込んで入れちゃうの。なるほど、土だけ落として。うん、土だけ落としてね巻き込んで入れるんですよ、こういう感じで。これはね社長ね、クモ足やかにクモ足うん、これクモ足って言うんだって。蜂の詳しい人が今来た。どうか、うん、うるさいけど、ね、うるさいけど詳しい人が来たよ。だけどねあのなかなかねあの知識はすごいからね、なんで今のうちにね吸収しとかないとね、いずれいなくなるからさ。クモ足の炭切りでいいんだそれ。来年いるかどうかわかんない、うん、だからね炭切りってね縁カットしてる人、うん、いいんだもん。あそう、柔らかいって。これカッ、ああ炭切りっていうの、ここ、ね、カットしてね周りから柔らかくなるから、これあ感じが柔らかくなる。だからこういうのに植えるのにいいね。これごついのに比較的。あなるほどね、あ炭切りっていうの、これと同じで柔らかくなる。だってこれをきちっとこう合わせて、ちょっと合わせてこういうのができてる、キュッと入ったらできる。キュッとこういう風にしてね、これをこう入れるんですけど、だいたいさっきやってみたけどスポット入りそうなんでね、うん、でねちょっとこういうこれ真ん中からポンと出てるでしょ。これはさ低くするのにこれ飛び出してるでしょ。こういう小さい根がたくさんあればね、ここはこれカットしても大丈夫ですから。こここうやってね、上からたんびにね、うん、下の太いに切っとくの、こうやってね。そうしないと低くならないでしょ。だからまだちょっと引っかかるのこれ。だからこれは思い切ってやるときはここですね、こういう感じ。これこんだけだから取ったって、うん、大したことないの。そしたらここね平らになったでしょ。それとこういう風になるね、なんちた浮き根はね、これ元にこうやってパッと針金で戻してもいいんだけどね、うん、今回はねこれ他にたくさんあるからね、これはねこの浮き根はね落としてもねこれ大丈夫ですから。これこんなもんだから、うん、これだけのうちのね。で今いいことに葉がないからね、うん、多少のカットはね全然あの木にはダメージ与えないんで、うん、でこれ粘りいいんだけどちょっと上に出てるでしょ、うん、これだからこれはちょっと落として今下にね、下にちゃんとしたこう粘りあるからさ、こういうのね、これ見せれば OK だんで。それで一応ですね、これはいつもここに下に引くんだけど、また例のごとくね、あまり引くとまたせっかくね浅かったのが浮くでしょ。だから今回はねこういう風にしてこの白い根っていうかこう小さい根、これはねこんなになくてもいいの。これこのぐらいまでカット全部これぐらい。それでねこれ葉っぱ出てきた時やったらやばいよ、こういうチリチリになっちゃうの。これ今完全にねあの冬眠中だから、多少のこういうことはね全然この木はこういう根の場合は傷まない。これはこの今さっと植えて水やっておけば、この木の中にね水分が入ってるからね、下から水なんかね一回やっとけばもうね来春までいらない、何ヶ月も水やりません。あそう、うん、暗い凍らないとこに置いとく。そしたらね3月ぐらいまで水なんかいらないの、うん、今一回やっとけばもう水いらないよ。うん、葉っぱがあったら別だけどね。それでこうやってこう入れるでしょ、うん、こうやってこれでこれ収まってんのさ、ここにこう、うん、こういうふうにね、うん、収まってるの。それでどっちしたって水はけよくするために後でこう入れるんだけど、それはそれで後の仕事で、これをね今2本なぜ出したかったらさ、こことここで止めないとね、
こういうふうにして止めとかないとこれ動くでしょ。だからこれはね、これはこっちへ行きましょう。こういう感じね。なるべくだったら針金見えない方がいいからね。そして正面決めるわけね。でここが正面なんだよ。こうなってるでしょ。それであの 植える角度の位置はね、この木はこれがちょっとこっちの方にここが来てるんで、ここを少し右寄りにしてやや左をちょっと開けとくの。そうすると安定感あるんだよね。これ逆だったらね、こっちグーッとこんなになっちゃうと、なんか風来たらパタッといきそうでしょ。こうやっておくとこっち側で踏ん張り効いてるから、なんとなく安心感のある位置はここなんだよね。やや右寄りで、ここちょっと空間開けとく。そうすると見た第一印象がね、なんとなく安定感があるんです。こうやってこうやってこうでしょ。小さい微調整はまた後でできるから、これこう入れちゃうでしょ。こうね、消えちゃうでしょ。ほんでさ、この根を押さえるようにして、こういうふうにして、ここは入っちゃうから土の中に、こうでしょ。これ土の中入っちゃう。こうやってキュッてやる。でこれ万能バサミでパッパッと切るでしょ。それでこれ50年前のこういうとこだね。まずこれでさ、係長いねえか今日。あれ取って下にちょっと入れる柄ないかい。ちょっと小粒のこれ、このぐらいの粒でね、このぐらいの粒で、ちょっとこう一箇所でしょ。すいません、これで二箇所でしょ。これはあの底に引くやつだからね。それは今これから底に引くから。そして今ね、あそこで係長がね、あの土作ってっから、この頃言われなくてもするようになったから、この頃ちょっとね目覚めたらしくて、ね、今までは言わなかったかしなかったの、この頃言われる前にするようになった。こうやってちょっとこうね、これ下にあるのは火山礫ね。それこれは赤玉、これで半々ぐらいに混ぜたのをちょっとこうやって、水はけいいし水持ちいいし、お互いにね、あの補完し合ってるの、これ両方相反することをねやるにはね、こういっぱい集めてさ、こう集めるとなんとなくいいんだ、民主主義で。これ今ちょっとね、これはべったり貼るんでなくてね、ちょっとこれ美的要素も必要なのでね、これ今係長見習いがね今ちょっと運んできてくれた。まず見習いだからね、貼るのは俺がやるから。こういう感じで、これは植え土なんですよ。ちょっと荒いようだけどね、この水さえきちっとやったらね、こういう水はけのいい土に植えた方がね、最終的に植物いいの。こうでしょ。それでですね、今ね、表面引くましてるってことは全部なの。違うの。これは今ね、今係長見習いが持ってきた、このこれは苔なんだけど、これ以上ね、この黄色いの、これね苔の胞子なんですけどね、これちょっと美的感覚はね、いいって人もいるけどちょっと損なうんでね、ちょっとこう取るでしょ。でこれはべったり貼ると水はけ悪いんでね、でここはですね、こっちに粘りがきれいにあるでしょ。ちょっとこっちが粘り寂しいんでね、なんぼか見えるようにちょっとこうここにね、このぐらいにねこう置くわけで、なぜ今これ引っ込めてあるかったら分かるから、こうやるでしょ。でさ、べったりやると今度は水入んないからね、このぐらいにしとくの。それでここら辺は見せ場だから見せてもいいわけさ。それでちょっとこうこの辺にするか、向こうの細かい根っこは、いやこれは隠さない。これはまあその浮き上がった根っこは切っちゃうよ。今回はねこれでいいわけさ。それでこの浮き根は全部取る。これはもうそれから下はね、これ浮き根取るでしょ。芸術品だからね、ちょっとこれこうやるでしょ。今まだねありがたみは分かんないけど、これはこれは水やると綺麗な色になるんで、
一応今こうこういう感じにしておくでしょ。こういうものもあるんですよ。これこうやってね、ちょっとこう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 いくでしょ。それでこれこうやって。ちょんちょんちょんとこうやるわけさ。これさ、魚の手でさ、え、あれ、あれ食ってんのに作ってる。まあこういう感じで。だって2週間の今年もあるよ。なんかあそこでぼやいてるよ。神棚掃除しなきゃいけない。あと2週間で人生はあれだって。神棚掃除するんだって。いいよ。もうすぐ終わるんだら掃除しなくたって。人間が終わる。あと2週間で終わる。2週間で終わるんだらね、掃除しなくたっていいやん。こういう感じで一応ね、ちょっとこう置いとくでしょ。これは今あの水やるともっとピタッとね引っ込むから。それでね、これこうやって置いといて、あの外でねたっぷりやるんだけど、今ちょっとあの撮影用にね、映りがどうなるかっていうのをちょっとお見せしますけど、綺麗でしょこれ濡れたら。これね、こうやって葉っぱ濡らす、木を濡らすっていうのをこの彼ら好きだからね。湿り気あるのこうやってね。いや、これは今上だけですけど、ちゃんと後でまた下からやるけどね。どうだい、見やすいでしょ。はい、はい、オッケー。